イオリッツ・メンディザバルは、スペインの騎手。フランスを拠点に活動する。生は、マンディザバルと表記される場合もある。香港における名前の中文表記は、マンス・スムサタから。14歳の頃に騎手になることを決意し、その後モンド・マルさんにある騎手学校へ入学して2年後に騎手デビューを果たした。2002年、この頃から頭角を表し、フランスリーディング2位となる。二千三年、 プシッケ賞をコメルカンテに起乗して制し、重賞競争初勝利を挙げる。2004年、サンタラリ賞をアスクフォーザムーンに起乗して制し、G1 競争初勝利を挙げる。さらに当年は、フランス歴代最多賞記録となる、年間220賞を記録し、初のフランスリーディングジョッキーとなった。なお、同年初来日している。2004年、 第18回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場するために初来日を果たし、中央競馬初騎乗となった12月4日のゴールデンスパートロフィーでクワイエットデイに騎乗して2着となる。そして同シリーズでは28ポイントを獲得して7位となった。2006年第20回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場するために2年ぶりに来日し、 同シリーズでは30ポイントを獲得して5位台となった。2008年第22回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場するために2年ぶりに来日し、同シリーズでは未勝利ながら45ポイントを獲得して1位となった。未勝利騎手の優勝は2004年のアンドレアス・スボリッチ以来2人目である。2011年来日できなくなったクリストフスミヨンに代わり、 初めて短期免許を利用して3年ぶりに来日した。11月5日、ファンタジーステークスをアイムユアーズに起乗して制し、日本での初勝利を重賞で飾った。2012年は、本人曰く、前年の落馬事故以降癖になったという右肩の脱臼が来日後に頻発。同年10月21日の喫下賞ではレース中4、コーナーで脱臼したほか、11月7日のレースでも、 再び脱球。もともと、ジャパンカップの週まで帰乗し、その後帰国して手術する予定だったが、JRA との協議の結果、結局予定を切り上げて帰国することになった。2018年、札幌競馬場で開催された第3回、ワールドオールスタージョッキーズに参加するために再来日。ありがとうございます。